行ってきます。気をつけて。おはよう。お迎えに来たよ。大丈夫なのに。三春くんから目を離すなって雲平先生の言いつけだから。じゃあ帰りに白玉のご飯買うの覚えててくれる？ふん。繰り返す刻まれた運命だって正しい呼吸。足りないのは風だ。高温に潰されそうな日々、針のような目もやんで君が来た。この番組はスクエアエニックス、ジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーがお送りします。まさか万天の里の忍術書の保管場所が学校だなんてびっくりだよ。お前たちは万天に戻れ。戻って俺が学校に隠した万天の里所蔵の書を残らず処分してほしい。風魔の一件を考えても海老衆は当面お前自身に手を出す気はないようだ。各里が防衛体制に入る前に禁術を奪うことが先だと考えてるんだろう。表の世での生活が不自然にならないよう学校にも行くこと。清水は万が一の時の用心に同行してくれるから。あ、それからちゃんと食事取れよ。風呂には毎日入れ。寝る前には歯を磨けよ。俺もできるだけ早く歩いて帰るからな。普通ならこんなところに置かないと思うけど。雲平先生の留守宅に置いとくよりマシなんじゃないの？ああ、なるほど。万天って戦国時代に訪れた伊賀人がそのまま居座って作られた小規模な里なんだ。そのリーダーが禁術炎月林を記したことで五大勢力の一つに数えられるまでになったんだけど見た通り今は同好会で細々と保ってる状況だよ。その肝心の禁術炎月林はまさかそれも処分しちゃうの？僕にも禁術のありかはわからない。え？前に先生に聞いたら、しかるべきところにしかるべき方法で隠してあるからお前は心配しなくてよろしいって。だから大丈夫だと思う。とりあえず戸張先生が口を割らなければ安全ってことか。さてと。仮称木刻。傷が治ったのは十字の薬のおかげなのかな。視力は戻らないけど、あの時はちゃんと治したくせに。聞いてる？妖精さん。さあ次は3階だ。みんなが欲しがってる神羅万象、もう俺の中から出ていったんじゃないのかな。
ところで雷鳴さん、東京の学校は大丈夫なの？大丈夫だよ。勉強なんてここでやっちゃえばいいわけだし。でもご両親は心配しない？とっくにいないよ。天涯孤独な少女なんだ私。天涯孤独ってなんだっけ？まあ、だから天涯孤独、天涯孤独。家族も友達も身寄りが一人もいないってことかな。じゃあ俺たちは君の何？友達だろ。あ、そうだよ、雷鳴さんは天涯孤独じゃないよ。これ目立つから教室のロッカーに置いてくる。先行ってて。ああ、雷鳴さん、次音楽教室だから。友達。この刀は清水家に伝わる侍の魂、名を我門という。互いの死を背負う覚悟で望まぬ限り決して抜刀してはならない。それが清水の守るべき侍道。異様に強大な力ゆえ、表の世からも名張の世からも葬るべき神羅万象の術。その術は封印ならず、時に数百年の時間を経て蘇る。不死の化け物を野放しにせぬよう、風魔が表の世に作った首輝きこそ清水家。その刀は侍の証であるとともに、名張の世に生まれる悪神、神羅万象を己のために利用せんとする愚か者たちを断つ牙と肝に銘じなさい。わかったね、雷光、雷鳴。私が回廊衆と接触するために美晴のそばにいるって知ったら、なんて言うかな。何も言ってくれなさそうで逆にやだ。お、雲平先生、明日には風魔から戻るって。歩きで。買ってきたよ。それじゃあまた明日。うん。おかえり。先生が寄ってくださったよ。三重に転任されたんですってね。山瀬先生。お使いに出かけたいんだけど、ここを頼んでいいかい？うん。それじゃあお願いね。まあ座れ。何か用ですか、回廊衆の山瀬先生。待ってたんだ、お前に頼みがあってな。頼み？私を救ってくれ。そんなの回廊衆の人に頼んでよ。私は伊賀の弱小流派の手だ。家族を捨て仲間を売り、狩猟に忠誠を誓い、ようやく回廊衆の中枢にまで食い込んだ。しかし、もはや回廊衆に一度しくじった私の居場所はない。先生ってもしかして天涯孤独ってこと？頼む。少しだけ過去を修正してくれるだけでいいんだ。お前にもあの時こうしていればと思うことぐらいあるだろう。ありません。大人はあるんだよ。少しでも過去を変えられるなら回廊衆で出直せるかもしれない。神羅万象を使えばできるはずだ。できないんです、今の俺には。なら神羅万象を宿す者の血を飲めば、その英知を手に入れることができるという噂を聞いたことがあるぞ。くさ！待て！
衆だな。さあな。往生際が悪いんですね。そのまま表の世にいれば死ななくても済んだのに。殺す気か。名張の世はね、甘くないですよ。やめてくれ。待って光一。風魔では聞き逃したけど、今度はしくじらない。清水雷光を知っているか。これと同じ刀を持った男だ。雷光。私の兄だ。雷鳴、俺は回廊衆へ入れよ。侍道に反し、誇りを汚した私の兄、父さんと母さんを殺した男だ。